い、皆さんこんにちは、たかまるです。今回はこちらの巾着を編みました。大きさは横幅が約30センチ、縦が35センチぐらいになっています。こちらタイニーネップという糸を使っているんですけれども、少しずつ糸が残っていましたので、こんな感じで適当に糸を変えながら編んでみました。編み方の方は長編みのみで編んでいます。長編みを輪にぐるぐると編んでいきました。こんな感じで糸が残っていましたら使ってもらったらどうかなと思います。少し大きめの巾着になっていますので、大きなものを入れてもらうのにもいいかと思います。よかったら編んでみてください。それでは材料の紹介をします。糸はダイソーさんのタイニーネップです。カラーはオーキッドを使用しました。材質アクリル 78%、ポリエステル 22%、重量約 30g、約 51m。かぎ針の目安は6号になっています。こちらは4玉使用しました。もう一色はオーロラです。こちらは 3.5 玉使用しました。もう一色がコーラルオレンジです。こちらは 1.5 玉使用しました。全部で9玉使用しています。かぎ針は7号針を使用しました。あと内側に巾着をつけています。こちらはセリアさんで購入しました。装飾ベースとなっています。大きさが 35×30 のものです。こちらを1つ使用しました。あとはハサミ、とじ針、マーカーなどを使用しました。材料は以上になります。それではこちらの巾着の編み方なんですけれども、底の部分から編んでいっています。こちらは鎖の作り目を36目作りました。36目作って、裏山を36目、鎖目を36目、全部で72目長編みを編んでいます。こちらで袋状にして、このまま上上とぐるぐると編んでいきました。編み方は長編みばかりです。長編みを72目輪にぐるぐると輪編みで編んでいきました。全部で24段編んでいます。24段編みましたら、最後にこちら内袋をつけました。内袋の方はグルーガンで上のところを留めています。ではこちら編んでいこうと思います。それでは編んでいきます。糸の方はダイソーさんのタイニーネップ、こちらのオーロラというカラーを2本取りで、かぎ針は7号針を使用します。はじめに鎖の作り目を36目作ります。糸端を手前に持ってきて、左手の人差し指にかけます。親指と中指で押さえておいて、この隙間に針を入れます。手前にくるっと回してねじれたところを押さえておきます。糸をかけて引き抜く。引き抜きましたら、左手でこちら引き締めておきます。キュッと引っ張って引き締めておきます。こちらの輪が少し大きいときは調整してください。簡単に調整できます。あまりきつくなりすぎない方がいいと思います。ではここから36数えていきます。糸をかけて1、糸をかけて2、糸をかけて3、それでは鎖の作り目を36目作りました。ここから1段目を編んでいきます。長編みばかりを編んでいきますので、まず鎖の裏山、36目目の裏山ではなく、1つ手前の35目目の鎖の裏山にマーカーをつけておきます。一番最初に針を入れるところ、35目目の鎖の裏山です。もう一つ、こちら、鎖目があります。裏山ではなく鎖の方。こちらは36目目の
鎖のところにマーカーをつけておきます。こちらが最後の目になります。裏山を開って36目、今度鎖を開って36目編みますので、こちらにもマーカーをつけておきます。では長編みばかりを編んでいきます。鎖が3、鎖3目編みましたら3目目のところ、こちらにもマーカーつけておきます。こちらは長編みの1目目の印です。針に糸をかけて裏山の方に針を入れます。35目目の裏山にマーカーつけておきました。こちらが2目目ですけれども、針を入れるところです。こちらに長編み、これで長編みが2目編めました。針に糸をかけてお隣の裏山、ポコッとなっているこちらのところに針を入れて長編みを編みます。針に糸をかけてお隣の裏山。ではこのまま裏山ばかりを開って長編みを36目編みます。それではこちら鎖の裏山を開って長編みを今35目編んだところです。最後の裏山1目残しています。こちらが最後になるのと、今度次はこちらの鎖目の方を開っていきます。この鎖目の最初の目、こちらにマーカーつけておきます。ちょっと印つけてもらったら分かりやすいと思います。では今35目長編みを編んで、最後この裏山が36目目です。これで長編みが36目、でこの糸端が右上にくるように返してもらって、糸端が右上です。で今度この鎖の方を開って長編みを編んでいきます。糸をかけてこのマーカーをつけた目、こちらが鎖の方の1目目。針に糸をかけてマーカーをつけたお隣の目、こちらに長編み、長編み、ここからはまた鎖を開って長編みを編んでいきます。裏山を開って36目、鎖目を開って36目、全部で72目長編みを編みます。それでは鎖目を35目開ってきました。最後の一目残しています。こちらマーカーをつけておいたこの目が最後の目になります。こちらちょっと外してもらったら、こんな感じでどれが最後の目かというのがちょっと分かりにくいと思います。この鎖3目のところの下のところ、こちらが最後の目になるんですけれども、こちらちょっと落としがちですのでマーカーつけておきました。ではこちらが最後の目です。最後の目にも長編みを編みます。これで最後の目マーカーをつけておいて、最初の目に引き抜きます。こちらマーカーをつけておいた鎖3目で立ち上がったところです。こちらに針を入れて鎖半目と裏山を開って引き抜こうと思います。ではこれで1段編めました。次は2段目になります。編み方は長編みばかりを輪編みで輪にぐるぐると同じ方向に編んでいきます。目数は72目ですので、72目をぐるぐると編んでいきます。今この状態がもう袋状になっています。こう袋状になっていきますので、このままぐるぐると編んでいってもらったら袋状の巾着に仕上がっていきます。では2段目の編み始めです。
鎖が3目。こちらが長編みの1目目です。マーカーつけておきます。針に糸をかけて2目目。こちらの長編みの頭になります。こちらですね。この長編みの頭。こちらが2目目です。お隣の長編みの頭。長編みの頭。こちら編んでいますので、そのお隣の目。と長編みを編んでいきます。では長編みばかりを編んでこちらの最初の目に引き抜いてとぐるぐると編んでいこうと思います。それでは2段目の編み終わりのところです。最後の目にマーカーつけておきました。こちらが72目目になります。こちらに針を入れて長編みを編みます。長編み編みましたらまた最後の目マーカーつけておきます。こちらです。では最初の目に引き抜きます。鎖3目で立ち上がったこの目に針を入れて引き抜きます。これで2段目が編み終わりました。ここからまた同じように長編みばかりを72目編んでいきます。糸の方は持ってらっしゃる糸で編んでもらったらいいと思います。色を変える場合でも段で変えずにこちらの糸が終わったところで変えようと思います。段の途中でもその糸が終わるところで変えていこうと思います。途中で色が変わることになると思いますが編み切りたいのでこちら途中で変えようと思います。ではこのまま長編みばかりを編んでいきます。それではこちら全部で24段編みました。糸の方ももう終わりますのでこれで仕上げの方にしたいと思います。最後の長編みを編んだところです。この状態で糸処理の方していきます。糸をカットしてこのまま引き抜きます。引き抜きましたらとじ針に糸を通します。では最初の目、鎖3目で立ち上がったこちらの3目目のこちらの鎖です。こちら向こうから手前に向かって針を入れます。糸が出ている目、今度は手前から向こうに向かって内側に向かって針を入れます。下のこちらの糸、横に向いているこの糸も一緒に拾っておいてください。ではあとは内側で糸処理をしておきます。あと他にも糸処理するところありますので糸始末の方をして仕上げの方に進みたいと思います。それではこちら糸処理を終えて仕上がりました。ワンポイントにタグをつけています。あと内側に内袋をつけました。セリアさんで売っている巾着をグルーガンでつけています。こちらの上のところをグルーガンでつけました。紐は両サイドから出してきました。長編みのところで紐を出して結び直しました。両サイドで作っています。両サイドに引っ張って使おうと思います。今回糸の方全部使い切りたかったので一玉全部使って次の糸に変えてと途中で段の途中で変わっています。こんな感じで余り糸でどんどん編んでもらってもいいかなと思います。今回2本取りで編みました。2本取りで9玉使いましたので1本取りでしたら 4.5 玉から5玉ぐらいでこちらの方仕上がると思います。もっと残っているのが少ない方は小さくしてもらってもいいですし、たくさんある方はあとこちらに持ち手をつけてもらってもいいと思います。
ではよかったら編んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。